内田忠たは、日本の水泳選手。オリンピックに出場した日本最初の水泳選手の一人であり、日本でのクロール泳法の普及に尽力した。静岡県浜松市に生まれる。内田家は、浜松有数の名家で、父が産業家、母が産婦人科開業医師で、5人兄弟の次男であった。兄の内田千尋が、水風流大田箱式泳法の師範という環境で、 内田も幼少時より、水蓮に親しみ、古式英法を習得した。旧制浜松中学校に入学すると、浜松中水泳部に属して、水泳を研鑽した。内田部員にとって憧れの存在であり、一学年後輩の田畑誠二も内田に憧れた一人であった。1914年に、大阪毎日新聞社が開催した、中等学校連合水泳大会にて、 男子400メートル自由形で7分34秒に、で優勝した。1916年8月に、ニーラの尽力で、浜縄の遊泳協会が発足すると、内田も参加した。1916年9月、内田は、東北帝国大学予科に入学。同年9月8日に、東京府北豊島郡、岩渕町にあった。 日本製朝赤羽工場ため池にて開催された全国水泳大会にて100ヤード、220ヤード、440ヤード、1マイルの自由型4種目を制覇した記録が残る。また1916年から19年にかけて兄の千尋と共に山形県に赴き、旧青省内中学校にて水蓮指導を行っていたという。1917年。 東京市で開催された第3回極東選手権、競技大会の水泳競技日本代表選手に選出され、シ浦特設水泳場での競泳競技では、自由型3種目に出場し、100ヤードで2位、220ヤードと880ヤードで優勝した。他にも50ヤード100ヤードで、斉藤健吉、1マイルで、今村豊、100ヤード背泳ぎで、三好幸は、 200ヤード平泳ぎで高浜義晴200ヤードリレーで日本代表がそれぞれ優勝し3位までに13人が入賞するなど日本代表が圧勝する結果となったこの成績が後のオリンピックへの日本代表派遣につながることとなった1919年フィリピンマニラにて開催された第4回極東選手権競技大会では 大日本体育協会が不参加を表明して、日本選手団派遣が見送られる状況であったが、関西体育協会が日本青年運動クラブなる組織を立ち上げ、急遽選手団を編成して大会へ参加することとなり、内田は日本青年運動クラブの一員として大会へ参加し、440ヤードと1マイル自由形で優勝を果たした。 水泳で出場した日本の選手は内田ただ一人である。1920年、ベルギーのアントウェールペンにて開催された第7回季オリンピックアントワープ大会に日本水泳史上初となるオリンピック選手に選抜される。オリンピック前に立ち寄ったアメリカでは、コーチの一人が内田、斎藤の、抜き手人へ心に興味を示し、アメリカの選手は、 到底及ぶ前と3時を送った。しかし、オリンピック本番では、自らの水風流大田箱式栄法が、全く通用せず、外国勢の近代クロール栄法の前に大惨敗を、喫した。400メートル自由型予選では、300メートルまでは、先頭の選手と、ほぼ互角のレースを展開したが、その後突き放され、3位に終わった。引込み競技にも出場したが、 やり方がわからず、台の上で頭をかいてやり直した。そして特に技を決めることなく、ただプールに飛び込んだだけだったため、監修に笑われた。監督の達野ほは、日本流の目をもってすれば、欧米人の引込みよりも、はるかに立派だったが、欧米人は全く逆の判定を下した、と内田のことを擁護している。内田は、オリンピックの結果を受けて、 水泳の泳法改革の必要性を痛感することとなった。内田はアントウェールペンから帰国した後に大阪市中央公会堂で開かれた歓迎会の席で範囲に水泳場の水が冷たかったことを挙げ夏だけでなく春や秋にも泳ぐ練習をすべきであると演説した。万長法記者の詐欺田修雄に対しては古来の古式泳法では外国に通用しない。 プールを作って、クロールを練習するようにするべきである。大教幹部を追放するか、独立した水泳連盟を結成せねば、改革はできぬなどと語っていたという。内田は日本へ帰国後に選手を退き、指導者として、クロール泳法の普及に乗り出し、北海道帝国大学に水泳部を設立して、道内を中心にして、水泳の指導を展開していく。1921年、 久夫人と結婚。1922年に北海道帝国大学農学部を卒業した後、北海道宅職銀行に勤務。その後1925年に浜松の浜名湖用漁場。1927年に神戸の日米種苗に勤めた。1932年、妻と子供二人を連れ、アルゼンチンに移民として渡り、農場を経営する。 1941年6月、日本で母親が亡くなったことを知り、アルゼンチンの農場を売却して帰国した。帰国した内田は、アルゼンチンでは食料があり余っており、値が付かずに困っているという経験談を語った。沿水港政党の儀主として、東南アジアを中心に活動していたが、浜松一中の先輩にして大日本帝国陸軍、南機関機関長であった。 鈴木刑事陸軍大佐に協力し、アウンソンラビルマ独立運動の志士たちを支援する活動を行い、ビルマ義勇軍の将軍となった。ビルマ独立運動支援を任務としていた南機関が解散した後、内田は一度日本へ帰国する。1944年4月、内田の南機関での活躍を評価していた大日本帝国海軍により、内田はニューギニア司令官に任命されて、 赴任する。しかし、日本の配色が濃厚となる中で、日本軍と共に配送を余儀なくされる。栄養失調による死者が相次ぐ中、内田も九百四十五年二月十四日に去る、美の山中にて死去した。内田は没後に15位に除され、訓後等が依存された。内田はスポーツ万能で水泳以外でも、マラソンや柔道でも強かった。水泳では、 弁天島に寄せる荒波をものともせず力強く泳ぐ姿が浜松中学水泳部員の憧れの的であった。内田家は弁天島に別荘を持っており、同じく弁天島に別荘を構えていた田畑へとは親しい間柄であった。内田忠たと田畑誠二は浜松中学の先輩、後輩関係であり、 仲が良く、田畑は内田を慕っていた。1919年に大日本体育協会が参加反対を示す中で、日本青年運動クラブの一員として内田が極東選手権に出場した際には、田畑は心中穏やかではなかったという。田畑は内田のアントワープオリンピック出発前に声をかけ、内田は期待に応えられる、妖精いっぱい泳いでくると、 笑顔で返したが、結果は予選敗退で、田畑は強いショックを受けた。一方で、世界を知った田畑は水泳指導へとより一層のめり込んでいった。ありがとうございます。